わかるかい？え？今、人々の予定は二つの針の動きによってすべて決定している。時計がない生活、それこそ人類が。時計を見て朝の9時を観念して。もう隣に引っ越してきたものです。ダニエルだ。妹のステファニーですね。何のサボテンのどこがいいのかわからない。今の時代、料理の裾分けなんてなかなかないじゃないか。あのサボテンと友達になるかどうかは今は関係ない。君は一度でも僕の気持ちを考えたことがあるかい？みんなが思ってるようなうさんくさいそういうことじゃないの。マヌカハニーのチャイはあるかい？ナッツはもうないの？盆栽の隣に行ってみろ。そしてじっと盆栽を感じれば気が落ち着くから。はっきりさせとこう。君は今朝サボテンと言ったか？これは惑うことなくサボテンだ。ああ、分かったから。ほら、僕たち二人ちょっと話し合った方がいいんじゃないかな。ビール？私は言いたいことを我慢してずっと言えないので、言いたいことを言い合って素敵だなって。私は友達呼ぶやろ。そうだ。そうじゃなくて盆栽が好きじゃない友達。それならべ、俺は友達だ。あ、なんだ、やっぱり盆栽嫌いなんだな。聞いてた。あ、問題問題って何がそんなに問題なんだよ。昨日までみんな仲良くやってたじゃないか。その代わりあなたも盆栽のことを彼だなんて言わないで。家族じゃない、ものなの。ものじゃない、生きてる。森春子に大変すぎたい。オッケーオッケーオッケー。問題があるなら一緒に解決したい。だってこれから長く付き合っていくんですもん。夫婦というのはいくつ壁を乗り越えるかでその愛の大きさが決まる。君たちは本当に素晴らしい。まさに親愛なる隣人だ。君のことを愛している。